はい、皆さんこんにちは、タツです。今日はですね、実際ねホームセンターで買ってきたもので、ちょっとね紹介をしたいなと思ってます。でね、どんなものを買ってきたかというとですね、ほら、まあ、一番はね、まあ、一番はねこのワイングラスですね。これすごく気に入ってます。まあ、こんなに大きくてね、すごくね気に入ってますね。これ300円ですね。ちょっと気になっていただくところがあるんですよ。ここのねキッチンなんですよね。でキッチンどんな感じかというとね、これね今ライトをつけてるから明るいんですけども、これ消すとどうなるかちょっと見せますね。見て、実際ねこんなに暗いんですよ、ここは。これずっとね気になってて、ライトをね買ってきました。ライト、これですね、これ買ってきましたね。でこれ2本買ってきました。ということで、まあ、ちょっとね、これをね実際にそこの下につけてね、明るくしたいと思います。これですね、現物が。でこんなものがね、ホームセンターで売ってたんですけども、一つね、なんとね、これがね1000円ですね。まあ、何でもね、物は安いですね。非常に助かりますね。ただね、このね、長さがね、ちょっと足りないので、ここの長さをね、他のね、配線で延長して使いたいと今考えてます。キッチンをね、快適にね、使えるようにしたいと今考えてます。ということでね、ちょっとね、作業をね、これからね、進めたいと思ってます。見えない、ちょっと待ってね。はーい、クレちゃん、これからちょっとね作業やるからね。そうか、さん、これも買ってきたの。これ買ってきたのね。これもねホームセンターで買ってきたんですよ。そうだよ、そう、よかったね。夜すごい喜んでね、何でも売ってますね。おもちゃね結構売ってました。ということでね、ホームセンターで何でも買いますね。リーダーやろう、よし、やろう。実際料理する時どんな感じかっていうのちょっと見せますね。実際はねこうですね、ケースでしょ、電気でね、ここだけ電気つくんですよ、ここだけ。で、これつけるでしょ、これだけです、たったこれだけ。こっち暗いでしょ、だからね、気になってたんですよね。この電気だけじゃね、やっぱ足りないんでね。まあ、多分ね、ここら辺がいいと思うんですけどね、つけた感じで。ね、まずね、ここ加工しなきゃダメですね。これ長さが足りません、明らかに。ここからいっちゃいますね、切っちゃいました、カットしました。はい、ちょっとね、今ね、配線しましたね。まあ、こんな感じでちょっと簡単にね、延長ケーブルをね、ビニールテープでつなぎました。こんな感じですね。はい、どうでね、ちょっとこれをね、こっからね、つけ、剥がしてね、つけたいと思います。ホームセンターでね、やっぱり日本の、工具みたいなものはね、やっぱり同じみたいなものはないんですけど、似たものがありますね。まあ、要するにこの杭でね、打ってね、やるものですね。まあ、こういうものがあるん で、これをちょっとね、この間をコードを通してね、どんどん連結させてって、剥がしたいと思います。簡単なね、DIY ですね。ギターなんかできるよね、これ。わからないな。まあ、彼女にちょっとね、手伝ってもらいます。一人だとね、一人でもできるんですけど、ちょっとね、ここの辺りにつけようかなと思ってるんで、ね、手前だけど、もうちょっとこっちがいいな。あ、ということでね、ちょっとね、今分かったのが、連結できるようですね、これね。こんな感じ。こうですね。なんで、それ連結した状態で、ここにつけようと思います。多分ね、そっちの方がね、簡単ですね。今、ネジ止めしますね。ちょっとね、ここにいます。最後ですね。まあ、こんな感じでね、アタッチが完了しました。ということでね、下にちょっとね杭をね打ちたいと思います。一応ね、こんな感じでできました。はい、装着終わりましたね。ではね、これからね実はつけてみたいと思います。どのくらい変わるかね。はい、ではね、今終わったのでね、早速ねちょっと試してみたいと思います。はい、ね、これ電気ね、ここね入れますね。はい、どんな感じなのかね、ちょっと今からね試してみたいと思います。はい、電源これね、こっちかな、スイッチオン、あ、これかな。はい、はい、あ、明るくなりましたね、すっごくね、道が良いです、すごいね、良くなりました。良かったね、これでね、料理がね、できますね、まともに。やっぱりちょっとね、これキッチンの下がね、暗いとね、
料理がどうしてもしづらいので、すごくねちょっと迷ってたんですよね。キッチンは明るい方がね料理しやすいですよ。ということで良かったです。今日からねこれでね明るいキッチンでね料理やっていきます。よし、ねホームセンターねすごい便利です。ここねジョージアにあるジョージア飛び市にあるね、ドミノっていうねホームセンターですね。これね市内に3カ所あるそうです。で今回はねその市内に3カ所あるうちのですね比較的でもね一番大きいホームセンターじゃないかと思うんですけども、すごくね、品揃えが良かったです。でよく見るとねこの室内なんかもね結構そのホームセンターで購入したものが結構あるんですよね。なんで多分ねここね飛び市内の人たちはホームセンターで買ってきてこういうね、照明機材なんかは全部揃えてるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ結構ねドアとかもねホームセンターで売ってましたね。これは本当にねごくごく一部です。これからねどんどんね、住まいを良くするためにですね、必要なものを揃えて、準備をですね、整えていきたいと思ってます。あ今ねちょっとリタがねサラダ作りました。はいはい、待って、はい、あ大丈夫よ。まあかなりねいいですよ。ということでねいつもの彼女が作るね、サラダですね、すごく美味しそうです。彼女のサラダね最高ですね。いつもバランスがいいんですよね。ほらこれが人参、レタス、グリーンリーフですね、あトマトですね、レモンかな美味しそう、すごく。ほらもうすでにうまそうですね。これに、レモンを絞ってますね。美味しそうですね、食べたい。で、いろいろね、ハーブ系はね結構売ってますね。ここはねまあこんなものとかね、これディルって言うんですよ。ハーブですね、すごくね香りがいいです。これがこうやってカンデブオイル、This one. グレープシードオイル。あこれが日本でも売ってるねグレープシードオイルっていうね、オイルになりますね。美味しそうだよ。ほらリダの作ったサラダね、まあいつもねこうなんですよ。まあ自分なんかね昔はねただね日本に住んでた時はただ単にねスーパーマーケットで買ったねなんていうんでしょう、ただのドレッシングをね食べてただけなんですけども、まあ彼女は違いますね。すごく美味しいサラダ作りますね。できました、こんな感じですね。はい、できましたね。これ完成形ですね。とりあえずいろいろね塩とかね胡椒とか、レモン、グレープシードオイル入れてね作ったサラダですね。まあすごく健康的ですね。はい、できましたね。こんな感じです。美味しそうですね。ちょっと待ってねリタのね作ったサラダですね今からねサラダを食べてみたいと思います。クイちゃんも食べる？サラダ美味しいよ。なんで？美味しいのに食べた方がいいんだよ。まあ、無理して食べる必要はないんだけどね。パパもね、子供の時ね、嫌いだったから。嫌いだった？嫌いだったよ。パパ、野菜嫌いだったね。だけど今大好きだよ。大人になったら好きになっちゃうんだ。パパ、赤ちゃんだった、うん、だけど、なかった。もしパパ、赤ちゃんだったら。子供の頃は好きじゃなかったよ。本当に？うん、パパ嫌いだったね、サラダ。緑の野菜嫌いだったの。クワちゃんもちょっときまだ嫌いから。そう、でも結構食べてるよ。食べてるよ、クレちゃん。食べてる。食べてるね。多いよ、結構食べてるよ。このね国のね一番いいところはね野菜類が安いところなので、毎日ねこうやってね多くの野菜とあとフルーツですね、それを食べてます。なぜかこの野菜がね値段的にいくらかっていうと多分ね100円いかないですね。これだけの量で、まあ、そんなぐらい安いですね。日本の値段の大体そうですね 30% ぐらいの値段でしょうかね。もっと安いですね、日本によっては。驚くほど安いです。やっぱ電気つけたら良くなったねそう、キッチンの電気つけたらね感じ良くなりましたね。雰囲気良くなりました。良かったです、つけて。ということでちょっと食べてみたいと思います。これですね。いただきます。いただきますうん、味が良くていいですよね。美味しいですね。うん、美味しいの。すごく美味しいな。ディルっていうね
このハーブはすごく美味しいです。味、あの香りが強くてね、美味しいですね。うん、うまい。サラダはね、もともと味がないんでね、このやっぱり味付けがすごく重要ですよね。この味付けがやっぱりあのできるかどうかで、ね、全然その変わっちゃうんだよね、全く。食べない、ほら、ほら、いる、ほら、いる、ほらちゃん、何にも答えないですよ。答えないときは、ね、欲しくないときなんですよね。でもやっぱね、僕が一番驚いたのはみかんですね。みかんや柿のね、野菜の売り手ですね。で前もちょっと言ったと思うんですけども、みかんがね、やっぱりね、そのレジ袋ね、こんな大量で満タンにして100円もいかないっていうね、恐ろしく安いんだなんですよね。値段が安いですね。フルーツが特に安いですね。次回は、飛び石ね、これジョージアで採れるフルーツですね、一般的に買えるフルーツについてね、ちょっと紹介できればいいかなっていうこともちょっと考えてます。リンゴとかね、いろんな種類ありますね、そういうものをちょっと紹介していきたいなっていうふうに思ってます。おいしい？はい、ということでね、今日の動画はですね、以上にしたいと思います。この動画がですね、いいと思いましたら、高評価とですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではね、またね、バイバイ。